朝鮮特需。朝鮮特需は、朝鮮戦争に伴い、在朝鮮アメリカ軍、在日アメリカ軍から日本に発注された物資やサービスを指す。また、在日国連軍や外国関係機関による間接特需という分類も存在する。朝鮮戦争勃発直後の8月25日には、横浜に在日兵坦司令部が置かれ、主に直接調達方式により大量の物資が、 買い付けられた。その額は1950年から1952年までの3年間に、特殊として10億ドル、1955年までの間接特殊として36億ドルと言われる。なお、朝鮮特殊によって引き起こされた工芸機は、特殊景気、ガチャマン景気、糸編景気、金編景気、朝鮮戦争ブーム、朝鮮動乱ブームなどと呼ばれた。 戦争勃発直後の1950年、昭和25年6月に、米軍の在日兵団司令部が設けられ、直接調達方式により大量の物資が買い付けられた。当初調達された物資は、主に土農用麻袋、軍服、軍用毛布、テントなどにおいて使用される繊維製品であり、他に前線での陣地構築に必要とされる交換、針金、 鉄上網などの各種鉱材、コンクリート材料、セメント、骨材、砂利、砂など、そして各種食料品と車両修理であった。日本企業に対する兵器や砲弾などの生産の許可、実質的な命令が下されたのは1952年3月の GHQ 覚書きからとされる。車両修理、航空機の定期修理、イランを 第二次世界大戦当時に戦闘機や戦車を生産していて技術的ノウハウがあった現在の三菱重工業やスバルに依頼した。契約額は1950年から1952年までの3年間に特需として10億ドル、1955年までの間接特需として36億ドルと言われる。当時、占領軍は日本の物品税、 揮発輸税を免除されていたため、取引自体からの間接税収入は得られなかった。しかし、特殊の恩恵を受けた各種産業の業績が好転したことで、最終的に税収も伸びた。例えば1951年の法人税上位10位すべてが、膨大などの軍服、天幕を受注した繊維業種であった。発注を受けた企業や関連企業は、 配線によって中断されていた最新技術を入手できたほか、アメリカ式の大量生産技術を学ぶ機会を得ることができ、戦前の人海戦術的な生産方式から脱却し、再び産業立国になる上で重要な技術とノウハウを手に入れた。それまでの日本の工場生産において、品質管理的手法が取り入れられておらず、短時間にどれだけ多く生産するかということが、 重視されたため、不良品がそのまま出荷されるということは珍しいことではなかった。太平洋戦争末期には、皇帝管理という思想は一部では取り入れられつつあったが、それも不十分なものであり、公員個人の技術力により、製品の品質が左右される状態は、戦後もそのままであった。そのような状況で命を左右する、軍用品の製造をすることは認められるはずもなく、 直接日本の各工場へアメリカの技術者が出向いて品質管理や工程管理の指導を行った。これにより効率的な量産が行われるようになった。また、三菱重工や小松製作所などの国内主要軍事、防衛産業は朝鮮特殊と1950年に発足した警察予備隊に供与された車両 M4A3E8 中戦車。 M24K 戦車など、保守整備や修理を請け負い、米国の製造技術等を吸収し、戦後空白機の技術の遅れを取り戻しつつ、後に ST-61 式戦車などを製造した。そういう意味では、日本の産業界の工場生産においては、大転換期であり、戦後の高度経済成長の礎となったとも言える。 しかしその一方で市民生活が戦争で潤ったわけではなかった。確かに朝鮮戦争によって日本は4億3000万ドルの貿易外受け取り超過を得た1951年度。しかし特需を除くと貿易外形状取引は2億ドルの支払い超過、貿易を含めた形状取引で4億8000万ドルの支払い超過になっていた。 なぜにそれほどの莫大な赤字を抱えたかといえば、戦前戦中において行われた朝鮮、満州などからの安価な輸入が GHQ による対中貿易禁止令で閉塞されたために、アメリカから資源を買い、アメリカのために生産し、アメリカのいいねで売る状況に陥っていたからである。さてこれらの特需なんでありますが、朝鮮特需これはつまり朝鮮のための軍需資材なんでありますが、これが、 現在2.4億ドル、日本の金にして900億円かに植えつておりまして、これは関連産業は非常な好景気になったのでありますが、しかし現在むしろ欠のインフレというような形になって、来ておりまして、例えば物重宝、現に問題になっております物重宝の統制下に、起きすところの先鉄とか、見つける、火星相打等の物価が植えつっております。カウルに、中日貿易、 我が党の最も主張しております。中日貿易を禁止いたしましたために、中国から買えば1トン12ドルで買えるものを、アメリカからわざわざ25ドルで買いつておる。年結単を中国から買えば16ドルで買えるものを28ドルで、使用中国から買えば8ドルで買えるものを23ドルで、わざわざアメリカから買いつておる。こういうような国の政治の結果、非常に日本の経済が疲弊しておる。 10から3経済安定委員会1号昭和26年3月29日県元殿1共産党。事実、また、八幡製鉄所のようなところでも実際生産能力を超過し、そうして非常に臨時の注文であり、納期がやかましいし、値段も引き合わないというようなことで非常に首をひねついているというような今までの案例もあるのであります。 重州通商産業委員会25号昭和26年5月14日、はざはや82。この年の対日援助の総額が2億ドルであるから、日本の経済は朝鮮特需で回復するどころか、朝鮮の平坦戦を支えるために、国内の物資の流通を統制してまで、軍需生産に追い込まれたのである。このような状況で輸出が伸びるはずもなく、 産業はますます特需に依存の度合いを深め、やがては日本そのものが戦争を前提とした産業構造に特化する危険さえあった。しかしながら、日本の経済の現状は、先ほどの輸入引き取り資金の問題、輸出対価の問題、さらに、朝鮮特需の中止あるいはキャンセル等の問題によって、強行寸前にあるということすら、我々は考えられるのであります。 重州大倉委員会63号昭和26年8月1日、深沢義盛、共産党。結局、大阪、兵庫、岡山を中心とする阪神地区の産業は、特殊産業を除いて、全般的には、朝鮮動乱による好影響ということもさほどではなく、重つてただいまのところこれが、失業問題の解決に寄よるなどということからは、 ほど遠いという感じを持つた次第であります。つまり、各企業とも、今後の経済の見通しに対する不安感から、なるだけ雇用を差し控えておるようで、朝鮮特需に対しても、これを雇用量の増加によらず、もっぱら労働生産性の向上で賄うという、方向をとつておるようで、12から3労働委員会2号省は二26年11月2日、原虎市、社会党。 一時我が国の産業界に活を入れるに役立ちました朝鮮特需というようなものは決して長きにわたるものではなく中略今こそ今後の貿易対策を最も負けんに考えねばならん時だと痛感するのであますこの意味におきまして貿易問題を担当される通産大臣として我が国に対するこの各国の態度を和らげ、ま、ずがつと加入また 各国の再恵み国待遇を獲得するためには、どういう具体的な策を考えておられるか十二から、三平和条約及び日米安全保、十四号昭和二十六年十一月九日、加藤正人。これは統制は外されたけれども、事実においては非常に惨憺たる状態である。もう六千カロリー以上の石炭が全部朝鮮特需として、作戦命令でもつて、 向こうに持つていかれる。天然資源局にお願いしてもどうにもならぬ。そうして石炭局長自身認めているように、ボタ山がどんどん潰されている。そうして七割も、ボタを混ぜたようなソワルタンが、市中に出回っている。三州内閣委員会八号昭和十七年三月二十五日、今野竹を共産党。1953年には、 輸出額12億7000万ドルに対し輸入24億1000万ドル、実に11億7000万ドルの輸入超過に陥っており、7億ドルからの特殊関連収入とは、日本に戦争に適した産業構造への適用を強いるもので、各種物資がなお統制下にあることを考慮すれば、純戦時下とも言えるものであった。日本はガットへの加入などによる自由貿易体制への復帰で、 生存の道を探ろうとしていたが、1948年に加盟した西ドイツと異なり、イギリスを筆頭とした強烈な反対に直面していた。日本が不況を脱したとされるのは1955年11月の人務景気からで、朝鮮戦争は日本の復興に必ずしもプラスであったとは言えず、日本の発展には地域の安定に基づく自由貿易が不可欠である。 ことを考え合わせるならば、むしろ阻害要因でさえあった。当時の日本は、アメリカ式編成による陸軍四個師団を筆頭とする占領軍経費を終戦処理費として負担しており、初期には一般会計の50%にも及んでいた。1952年、昭和27年までの占領総経費は47億ドルとも言われ、 各市朝鮮特需による売上げの総額に匹敵する。朝鮮特需の47億ドルがいわば総売上げとしての額であるならば税支出としての47億ドルは純益から支払ったに等しい。どっちラインによる緊縮財成果においても経費の上限は15%を妥当とするという考えが GHQ 顧問より出されていたが入れられることはなかった。東西冷戦が 深刻化し、講和条約が迫る中で、独立後の日本が、このような占領国であることを理由とする経費を負担するはずもなく、アメリカが日本の防衛を丸抱えできるわけもない以上、アメリカの同盟国として冷戦に参加できる、工業国としての経済成長を促す、占領政策の転換が行われた。当時のアメリカが日本の復興を支援したのは親切心からではなく、 有利子の借款の返済や、中流経費の負担が可能な経営財力を身に、月半凶の取として独り立ちさせるためであり、後の円高調整を発端とする、ある意味の大きな発想である思いやり予算などからは、想像もできない可烈な現実があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。